The Yeti Riders are back. Come on, let's go! ヘスピアファミリアのたった一人のメンバーってわけだ。聞いてるのかい、ベル君。ベル君。大丈夫ですか？ベル君、アイズ・バレンシュタインさんのことを教えてください。あと、その特定の相手がいるのかとか。そうです。今までそういう話は聞いたことないな。本当ですか？でも現実的に考えて難しいと思うよ。神様、今帰りました。おかえり、ベル君。今日は早かったんだね。はい、ちょっとダンジョンで死にかけちゃって。大丈夫なのかい？痛くはないかい？もし君に死なれたら僕はショックだよ。大丈夫ですって。ベル君一人に負担をかけるのは心苦しいと思ってるんだ。気にしないでください。神様だって働いてくれてるじゃないですか。今夜こうして夕食まで調達し。ロキファミリアさんはうちのお得意様なんです。彼らの主神ロキ様がそこをいたく気に入られたみたいで。みたいであいつだな。自業自得だ。じゃあここに来れば。ありがとうございました。また来るよ。よっしゃ、アイズ、そろそろ例のあの話みんなに披露してやろうぜ。あの話、あれだって、帰る途中で何匹か逃したミノタウロス、最後の一匹お前が五階層で始末したる。そんで俺、その時いたトマト野郎のいかにも駆け出しのひょろくせえガキが逃げたミノタウロスに追い詰められてよ、そいつ合図が細切りにしたくっせえ牛の血を浴びて真っ赤なトマトみてえになっちまったんだよ。それでだぜ、そのトマト野郎叫びながらどっかに行っちまって、うちのお姫様助けた相手に逃げられてやんの。情けねえったらねえぜ。あの状況では仕方がなかったと思います。いい加減にしろ、ベート。そもそも17階層でミノタウルスを逃がしたのは我々の不手際だ。恥を知れ。ゴミをゴミと言って何が悪い。アイズ、お前はどう思うよ。例えばだ、俺とあのトマト野郎ならどっちを選ぶってんだ。おい、ベート、君酔ってるね。聞いてんだアイズ、お前はもしもあのガキに言い寄られたら受け入れるのか。そんなはずねえよな。自分より弱くて軟弱な雑魚野郎にお前の隣に立つ資格なんてありゃしねえ。他ならないお前自身がそれを認めねえ。雑魚じゃ釣り合わねえんだ、アイズ・バレンシュタインにはね。ベルさん。何、食い逃げ。アイズさん、ミワ母ちゃんの店で大それたやっちゃだ。今のは何でこんなに良い
すぎだ。頭を冷やせ。君はなんや、竜がなかったら来たあかんのか。かでもちょうどよかった。ロキ、君に聞きたいことがあったんだ。はあ、ドチビがうちに？君のファミリアの剣気バレン・ナニガシには付き合っているような男や伴侶はいないのかい？アホ、アイズはうちのお気に入りや。ちょっかい出すやつは奴が気にしたい。チッ、仲がいいのね、二人とも。どこだ。そういえばロッキー、今更だけど今日は随分雰囲気が違うのね。ドレス姿なんて久しぶりだわ。まあな、どっかのドチビが宴に来るっちゅう噂を聞きつけたもんで、ドレスも買えんような貧乏神を笑うたろう思ったんや。ふん、こいつは滑稽だ。僕を笑うために自分が笑われに来たのかい。なんだその寂しい言っとくけど、お金ならもう1バリスだって貸さないからね。しっけえな。僕がそんな親友の懐を漁るような神に見えるのかい。よく言うわよ。散々うちのファミリアに居候した挙句、追い出した後もお金がない、家がない、仕事がないって泣きついてきて、そう思われるのが当然でしょうが。引けよ引けよ、女の子を置いて行けるな。
軽音部です。興味があったら放課後3階の音楽準備室。